秀吉さん、まあ、伊藤壮馬さんとの準決勝の連携でなんとか車間切ってというところでしたけど、風が強かったですか？そうですね、風がすごく強いですし、竹をあのバンなんですか、直線が一番長いので、はい、ちょっと先行選手にとってはきつかったと思います、うんうん。まあ、相馬さんとしては、ね、ひるまずにその主導権取りに行ってというところだったので、うんうん、なんとか決めたかったところから。そうですね、うんうん。まあ、でもやっぱ相馬の走りはいつ見てもやっぱこう逃さないというか、うん、すごい気迫を感じるレースしますね。ただあれだけ車間を切って、まあ、しっかり、ね、1着は取り切れているので、感触どうですか、初日からというところは。はいいと思います、うん。あとはもう集中していくだけなんで、うん、はい。心理面はどうなんですか、その、まあ、6年前になるのかな、優勝でいくと、はい。心理面はやっぱあの時に比べると、うん、こうあたふたすることもなく、はい、なんて言ったらいいんですかね、まあ、うん、なるようになると言いますか、うん。まあ、そういうふうに言うとまずいんですけど、うん、まあでもそのね、はい、いわゆる入れ込みすぎずというか、ね、落ち着いているという感じがしますけど、はい、バタバタすることもなく過ごせているので、うんうん、いい緊張感で臨めていると思います、うん。なんかこうこの自然の流れの中で優勝にたどり着くと、また先がね、うん、開けるかなという感じがいたします。運と展開ですね、うん。それをなんか、うん、まあ、ぐっとこう引き寄せればいい、うん、いいのかなというか、まあ、引き寄せれるように頑張りますね、うん。はい、多分それが本当に今年の山田秀明の、うん、モードというのかな、なってくればと。運の掴み方の練習の仕方が分からないので、うん、まあ、そこはよく分からないんですけど、はい、まあ、バタバタしてもしょうがないんで、まあまあ、うん、今の戦い方でね、うん、それに繋がればと、楽しみにします、うん。そうですね、頑張ります。決勝戦頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いします、頑張ります。これ、決まってます。全然です。